今日皆さん、ね、知ってると思うんですけど、ブレイキングダウンのオーディションがあって、まあ、それがちょっとやばかったですね。そ,ちょその話を交えていきたいなぁと思うんですけど、ということでね、ちょっとじゃあ早速ね <coughs>、ちょっと本題にも入っていきたいと思います。はい、えー、皆さんちょっと待たせちゃって、あれなんでね、はい、えー、動画1本の編集どれくらい日数かかってますかかなりかかってますう。うち編集スタッフかなり多いんですけど、えー、この間出したんですけど、編集1人当たりの月の動画の制作数と、 えー、まあ、人件費に対してのコストを考えたらめちゃくちゃ高いんですよ。だからそこはそこ経営課題だなと思ってます。ちょっと本題に行きます。え、今日ね、えっ、ー、と、なんとブレイキングダウン6のですね、オーディションが、えー、ありました。えー、まあ、会場はね、公表されてないと思うんで、あれなんですけど、まぁ、あ、 そんなに大きくない会場でやってたんですよ。で、今回は、えー、もう会場は多分言っていいと思うんで言うと、国立競技場で、えー、オーディションがありました。はい。あの、ブレイキングダウンもすごくだんだんレベルアップして、ついにオーディションが国立競技,競技場でやるようになってですね、僕は、ひな壇の、まあ、ひな壇って言って、前回とかだと、ウリタさんとかが並んでこう、過去出場者の枠で出てきたんですけど、結論からまず先に言うとですね、僕も第6回ブレイキングダウン、えー、試合に出ることになります。やります。はい。試合に出ます。 えー、まだ、えー、情報規制がかなりあって、えー、誰と、えー、試合するかもう決まってるんですけど、ちょっとこれは言えません、あのブレイキングダウン側のネタバレになっちゃうんで、まあ、言っていいことと言っちゃ悪いことっていうのが今あるんで、えー、ちょっと誰とっていうのは今言えないんですけど、えー、かなり皆さんが見たくなるようなカードで、と、えー、とんでもない相手と、えー、決まりまりした結構なレベルでとんでもない相手と決まりました。 で今回ね、いろいろなね <coughs>、憶測がかなり、えー、ネット上で飛び交ってるんで、ちょっとこれ僕も説明すると、まずブレイキングダウン側で今日のオーディションの様子をツイートしてたんですよ。公式ですね。ブレイキングダウンの公式ツイッターが今日のオーディションの様子をツイートしてたんですけど、ある日時期を境に、ある時間を境に全部消えました。ツイートの内容全部消えました。でこれなんでなんですかっていう DM 結構来たんで、まあ、これ僕の分かる範囲です。これオフィシャルの答えじゃないですよ。僕のあくまで推測なんですけど、えー、答えました。えっ、ー、とね、今回のオーディションね、 かなりやばかったんですよね。え、多分本当、過去一やばいんじゃねえかなっていうぐらい、えー、やばかったです。はい。これもネタバレになっちゃうんで、あんまり言えないんですけど、まあ、お広い、大きく広く言うんであればいいと思うんですけど、多分えー、乱闘がまず一番多かったです。はい。乱闘がめちゃくちゃ多かったのと、僕もひな壇にいたんですけど、もう帰りたかったですね、正直。え、なんで帰りたかったかっていうと、いろんなものが飛んでくるんですよ。こんなの飛ばすなよみたいな。 本当、ふざけんなよ、みたいなのが飛んでくるぐらい、結構荒れてて、過去一荒れてましたね。まあだ、だ、えっ、ー、と、男性部門も、あの、結構だったんですけど、女性部門もあったんですけど、女性部門とかは、これ、放送していいのかな、みたいな。放送できるのかなっていうのを、 え僕、ちょっと楽屋で、あのー、スタッフに聞いちゃったぐらい、えー、かなりヒートアップしてたんであまりにもそのなんだろう内容がちょっと過激すぎた、うん、あのーヒートアップしてたんで会場内で写真上げちゃうやつとかがいたんですよ、うまいねみたいになって。 でそれやっちゃうと、ブレイキングダウン側からするとネタバレになっちゃうんで、えーとまあ、すごいもう会場、めちゃくちゃ盛り上がっちゃって、熱気がすごかったんですけど、ある段階を境にもこう情報規制しないとやばいねみたいな、これオーディション動画出る前に全部流れちゃうじゃんみたいな、ネットでバズっちゃうじゃんみたいになったんで、え多分消したんじゃないかなと思ってます。と会場ににた全員にはももうう絶対もう上げんなと はい、もうネタバレ禁止だと、まあ、いわゆる放送禁止ですよね放送禁止レベルの、えー、内容でしたね、皆さん別にもったいぶるわけじゃなくてじゃ見れる皆さんも絶対見れるんで、いつ見れるかっていうと、えー、10月の中旬、ですねもうあと多分、まあ、僕は日付聞いてますけど、そんなに遠くないですよ、はいえー、そんな1ヶ月も2ヶ月もしないです、もう本当にそんなに遠くない時期にこれ流れます。はい多分 これ一番過去、反響あるんじゃないかなと思いますね、うん、ブレーキングダウン、僕ゼロ、ゼロ、一番最初の頃から見,見,て,見てたんですけど、最初ってそんなになんか、豪華じゃなかったんですよね、セットとかも、ジムとかでやってたし、でもだん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 こう、コンテンツが育つにつれて、えー、国立競技場でやったりとか、あのーまあ、どん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 スケールアップして、ひな壇もね、ひな壇のメンバーもまあ言えないんですけど、めちゃくちゃすごかったっですね、人数が。 こんなにいらねえよってくらい多かったしあと、ちょっと若干な匂わせ的なこところでいうと他の団体の、ね、選手もいたりとかして、えーまあ、また、そこで、まあ、それ本編見てもらったらわかるんですけど、まあ、それで乱闘が始まるわけですよ、はい、僕はしてないですよ、別に大人なんでなんかおいこらやあやこや言うとキャラじゃないんで,でも目の前で乱闘したりとかしてなんかこっちになんか飛んできたりとかあのいろんな変なものが飛んできたりとか、まあ、かなりですね 疲れましたけども、はいあのーまあ、かなりも、えー、盛り上がったんで、良、まあ、かったんじゃないかなと思います、で何よりも、まあ、僕も、まあ、本回あんまり出る気、正直なかったんですけど、で基本の流れで、えー、試合が決まったんで、11月に、えー、試合ありますけども、もそこでちょっとまたね、えー、戦いたいなと思ってます、こういうこと言うとね、お前の猫パンチじゃ勝てねえとかね、あのお前経営やってるとかね、結構言われるんですけども、まあ、そうなんですよ、僕別に、プロでもなんでもないし。 まあ実業家としてやってますけどもやっぱりさお金持ちってさなんかふんぞり返ってるイメージないですか皆さんふんぞり返ってさなんか偉そうにしてるやつ多いじゃないですかね、うん、でもそういうの本当クソダサいと思っててやっぱり別にいくらお金あったって偉いわけじゃないし常に挑戦してないとやっぱ思い出してくれる人も増えないと思うしうんやっぱ夢を与える姿が僕は夢を与える姿を見せるのが実業家だと思ってるんで、まあ、そういう意味でもね、まあ、経営とはちょっと関係ないところではあるんですけど はい、あの自分がチャレンジしたことないことに、えー、自分が苦手なことに進んで挑戦していくって姿をちょっと見せていきたいなと思ってるんで、はいるので僕はあの今回も戦おうと思うので本当に皆さんちょっと応援してほしいですで、まあ、早速相手が、ね、相手が相手なので、まあ、絶対負けられないような相手だったので。 えー、今日、まあ、ジムに行ってきましたね早速もう今日から、えー、トレーニングしてます、まあ、私前回よりはあのー、かっこいいとこみんなに見せたいなと思ってるんでちょっと応援してほしいですねヤーマンはセコンドにつきますかいやヤーマンはセコンドには多分つかないんじゃないかなヤーマンは前々回3月のブレイキングダウンの時僕のセコンドだったんですけどその時はまだ そんなに有名じゃなかったんですよね、ヤーマンは。そんなに有名じゃなかったんですけど、そのぐらいからめちゃくちゃ売れて、本人の努力ももちろんあります、本人の魅力や努力もあって、めちゃくちゃ試合で活躍したりとか売れるようになって、今、めちゃくちゃ忙しそうなんで、はい、僕、ヤーマンに習ってたんですけど、今、ヤーマンにちょっと習ってないんですよね、あの別に、まあ、どっかのタイミングでまた教えてもらおうと思ってるんですけど、なんかすごく忙しそうなんで、はい、出世しましたね、はい、やっぱ格闘技って、夢を叶えていくんだなって思いました。この間もなんか ライジン行った時になんか可愛い子連れて言っていいのかな別に言っていいと思うんで言うんですけど可愛い女の子連れてなんかご飯行ってましたねやっぱヤーマン変わっちまったな3月の俺のセコンドの時のあの少年のようなヤーマンが今じゃもう変わっちまったな夢を叶えるってそういうことなんじゃないかなって思いますまあ僕もね <laughs> あの、まあ、そういう意味でははい 頑張ります。このオーディションの様子はね、えー、10月の中旬以降に、えー、流れると思うんで、はい、えー、皆さん見てください。で僕も、えー、試合やりますんで、11月応援してください。お願いします。ちょそれまでの様子も、えー、トレーニングとかしてね、本当に。 あの、別に遊びじゃなくて、真剣に向き合っていこうと思うんで、え、流していこうと思って、ま、YouTube 出そうかなと思ってます。はい。麻生先生に言ったんですかいや、麻生先生には言ってません。麻生先生に言うと、絶対止められるし怒られるんで、麻生先生には、え、試合に出ることは、え、内緒にしてます、今のところ。はい。まあもう、でもこれ配信やっちゃったんでバレちゃうかもしれないですね。はい。またちょっと怒られそうですけど、はい。